巻く前のルーティンってやつ。うちはもうこれゴムがねネドネドするからね、水かけて揉んでから使うんですけどね。で今日はねワインディングね、はい、アイナ先生ね、若先生かな、どういうあれなのか知らないけど、あの置く濡れた雑巾の上で巻いてみるって言ったけど、これ女の先生だったら、女のね方だったらね、女の美容師さん、女の若先生だったら逆にね、うまく巻けない原因がね、この力を出さないじゃなくて必要なところに筋肉がついてない場合が多いよね。指にねこう本当にこういうところの指こう力がない場合がある、鉛筆しか持ったことのないような人はね。でそういう人はやっぱりそんな練習よりやっぱりしっかり持ってね、台に置いて、あの台に置いて指に力つけるっていうのも必要だよね。2ヶ月3ヶ月間ぐらい力がなくて負けない子もいるんで、女の子の場合、男の子の場合はバカみたいにね力出して負けないっつうのね、そのあれがあるからね。あとやっぱり現場に出た人は必ずもう細いの巻くときは2枚ペーパー折って巻くことね。これ下にこうやって持つでしょ、こうやって持つでしょ、パッといく、パッといくってことは風で指に押し付けてるのこれね。ね、あとは風でこう押し付けるか、よいしょ、はい、風で押し付けるか、はい、指でね隙間に入れる、毛束収束させちゃってもいいんだよね、ある程度ね、あんまり気にしなくていいからね、現場で巻くときはね、はい、持ってるでしょ、持ってるでしょ、ペーパーここに、はい、見やすいように、はい、持ってるでしょ、ペーパーね、ポッてでしょ、これちょっともうちょっといくか、はい、もう一回、はい、ちょっとやりづらいね、ウィッグひねってるからね、はい、そんで持って、はい、指で親指にこう入れるだけ、親指の端っこで持ってるんでしょ、ペーパー持ってるね、そこの親指と髪の間に滑り込ませてやや三角形に巻いちゃうね、収束させちゃうね、人間の場合はもう収束させちゃって巻きやすくね、手堅く巻いてくれるのが一番だからね。今ぐらい曲がったぐらいだったらどうってことないからね、まあ、あんまり現場で巻くときね、ちょっと巻きづらいかなと思ったらね、スライスちょっとね横狭めにするのね、ここ狭めにすると巻きやすくなってくるからね。でその分スライスちょっと厚めにすればね、おばちゃんパーマなんかね、必ず巻くってこと、あのに折るのを練習してもらいたいよね。折るときは、はい、風でこう、風の力でこういくかね、風でペーパーを押さえつける、これちょっと難しいんだよね、慣れないとね。そしたらこう持ったまんま、この隙間に毛を滑り込ませるね。ちょっと今これ割れちゃったね、ね、多少割れても平気だからね、滑り込ませるね、親指と髪の間にね、わかる？わかる？はい、こう持って滑り込ませんのね、うまく力抜いてね、ギューッと持ってると滑り込まないからね、はい、まあこれはあれだけどね、まあ今日はアイナ先生ね、雑巾の上に置く、これは男の子用の練習かもしれない、女の子でも力入れすぎちゃって、こんなってグラグラするような子は、ちょっと力抜く練習した方がいいけどね。でやっぱり女の子は必要なところに力がない場合があるからね、指にね、指が細くてさ、まあある程度あればいいのよ、指が細くてすげえ巻くの早い先生もいたから昔ね、女の先生でね、うん、巻くときね、どうしてもこういうとこね結構力いるし、皮が硬くならないと無理だしね、柔らかい皮だとね、指先の力ってのは必要だからね、鉛筆持ってる力じゃちょっと足んないって場合あるからね、まあそういう力はね、とにかく練習しかないからね、指から血出るまで練習しないとね。はい、お疲れ様でした。